おはようございます。米西デンギッシュ英語コーチの中尾雅弘です。今日はですね、天才たちと凡人ということでお話しさせていただきたいと思います。今日は、大晦日ですけれども、毎年いろんな、願い事といいますか目標を皆さんそれぞれ、決められる方もいらっしゃるかと思います。そんな中でこうどの分野にでも天才っていうのはいますし、その分野がもう好きで好きでたまらなくて、上手になっていく人もたくさんいらっしゃいます。そんな中で例えば自分がその分野に取り組まなきゃいけなくなった時、すでに出遅れているしそんなに好きでもないけれどもそれを、やり続けなくてはいけない時、そういう時は自分が、もう出遅れているのも分かってるし好きでもないし才能もないって感じていたとしてもそれをやらなくてはいけないので、もうできないのは当たり前、嫌になることも当たり前けれどもそれを決して怠らずに続けるっていうことを自分の中で決めていただいて、でそして、ね、日々焦らずに昨日の自分にだけは勝てるように、昨日の自分よりも一歩でも半歩でもほんの薄紙一枚でも、上達できるように取り組んでいただければと思います。そうすることで10年後20年後少しでもその天才たちや上手な人たちをこう脅かすと言ったら変ですけれども、そこにこう足元に少しでもこう近づけるように、もしくはこう脅かせるようになればこうワクワクしますけれども、そういった気持ちを少しでもうちに秘めて焦らずに、日々昨日の自分に勝つように頑張っていただければと思います。私もそうやって英語を日々やってきていますので、ぜひ皆さんも焦らずに、できないのが当たり前、うまくいかないのが当たり前、イライラするのが当たり前、失敗して笑われたりしても、まあそれは才能もないし、そんな特にもう夢中になるほど好きな分野でもないし、それでも自分が仕事で、そして、何かしらの目的を持ってそれに取り組まなければいけないとき、昨日の自分にちょっとでも、勝てるように頑張っていただければと思います。その中でも少しでも楽しみですとか仲間を見つけて、楽しくやる分には全く、大丈夫ですね。楽しくやっちゃいけないということではありませんので、ぜひ楽しみながら自分なりの方法で昨日の自分に少しでも、勝てるように頑張っていただきたいと思います。それでは失礼いたします。